RP-3 は第二次世界大戦中に使用されたイギリスのロケット弾である。主に空対地攻撃兵器として使用されたが、限定的にその他の用途にも使用された。60ポンドの弾頭を持つものはその名の通り、60ポンドロケット、25ポンドの中、実鉄鋼弾頭版は25ポンドロケットと呼ばれた。これらのロケット弾は一般的に、 イギリス空軍の戦闘爆撃機が戦車、列車、輸送車両や建造物への攻撃に空軍沿岸航空軍団とイギリス海軍の航空機が U ボートや船舶への攻撃に使用した。航空機から発射されるロケット弾が最初に使用されたのは第一次世界大戦中のことであった。この非回転式発射体はニューポール戦闘機の翼間支柱に装着された。 ルプリエールロケット弾であり、観測機級への攻撃に使用されて、かなりの成果を収めた。ソッピースベイビー、パップと強度防衛隊の RAFBE にもこのロケット弾を装備した。対戦の終わりに、イギリス空軍は航空機から発射するロケット弾を使用した潜在的価値を忘れ縮小する意図であったが、イギリス海軍は低空で飛来する。 航空機へ対抗する兵器としての使用を目視して1940年の終わりから英国の各所は従来の対空砲を保管するものとして続々と増加する Z バッテリー2インチロケット砲で防衛されていた。ロンメル将軍式のドイツ軍勢が1941年、はじめに西部砂漠の戦況に介入すると砂漠航空軍は膨大な数の装甲戦闘車両、特に ドイツ軍が装備する重装甲の3号戦車と4号戦車を損傷、破壊できる能力を持つ兵器を持ち合わせていないことが明らかになった。早急に何らかの対処が必要とされ1941年4月に最高技術責任者のヘンリー・ティザードは装甲車両への攻撃方法研究のための検討会を招集した。調査された兵器の中には4 0ト、mm、ルビッカースエズ砲や コベントリー兵器交渉で製造された関連兵器と共に部放ス 40mm 機関砲やベル P-39AR コブラに搭載された米軍の 37mmT9 機関砲があったがこれらはすでに軽戦車や物資輸送車列にしか効果がないことが判明しており重量や反動吸収の困難さから戦闘爆撃機により大型の機関砲を搭載することは 考慮から外された。検討会の議長、アイバー望遠は、重装甲の戦車を破壊、無力化する能力を持つ大型の弾頭を運ぶ、手段として、ロケット発射体を使用する方向へ考えを転換した。情報は、バルバロッサ作戦序盤に、1941年9月までに、アップの2つの型が開発されることになった。2インチ版が、 ビッカース s 砲よりも低威力であることが判明すると、Z バッテリーで使用されている2インチロケット砲を元に開発されることになる3インチ版の開発に集中することが決められた。RP-3 を装備した放火台風ロケット本体はその名称の通りに直径3インチの交換性で電気的に着火される推進剤である11ポンドのコルダイトが充填されていた。 弾頭は先端にねじ込まれており、当初は忠実の25ポンド3.44インチ鉄鋼弾であったがすぐに直径6インチ60ポンド創薬弾頭が追加された。もう一つの方は25ポンド南鉄製の円周弾頭であった。ロケット弾が発射レールに装填されると電気点火線がロケット弾の排気口に差し込まれた。取り付けられた4枚の小さな羽根は、 ロケット弾を安定させるのに十分な回転を発生させたが、非誘導であり、照準は艦と経験に頼っていた。まず RP を照準線から反らさせるサイドスリップと、要因具が発生しないように慎重に目標に接近する必要があった。発射の瞬間には、航空機の速度も正確に保たねばならず、発射レールが固定されているため行革も正確に保たねばならなかった。 弾道の落下も問題で特に目標までの距離が長い場合はそうであった。ロケット弾の利点は構造が複雑ではなく弾薬を発射する機関砲よりも信頼性が高いことと発射による反動がないことであった。地上兵力に対しては制圧攻撃の威力を発揮し60ポンド弾頭は壊滅的な打撃力を持つことが判明した。このロケット弾の装備は 短座戦闘機にも搭載できる程度に軽量であり、巡洋艦に打撃を与えるほどの攻撃力を与えた。船舶や U ボートのような低速で移動する大きな目標に対しては、このロケット弾は驚異的な兵器であった。不運なことに当初イギリスの航空機に装着されたような全高性の発射レールの重量と効力は航空機の性能を阻害した。 フェアリーソードフィッシュのようないくつかの航空機は主翼を保護するために発射レールと主翼の間に高性能防噴煙パネルを装着したがこれが重量と効力をさらに増加させた。1944年終わりに導入されたアルミニウム製の3型発射レールは独自のロケット弾によるアメリカの経験では長い発射レールと防噴煙パネルは不要であった。 イギリスの航空機がようやく直付けパイロンを装着し始めるのは第二次世界大戦後になってからであった。3インチのロケットモーターは地中貫通爆弾のディズニーボムで使用され、19発のロケットモーターが4500ポンド爆弾を目標着弾時に990マイル毎時まで加速させた。ガンカメラが捉えたノルトホルン近郊でフォーカー台風雲から 鉄道貨車に向け発射されたロケット弾の正射実戦での使用に向けこの新兵器が配備される前に広範囲にわたる試験が研究機関であるファーンポロのインストルメントアーミメントディフェンスフライトで実施された。ハリケーンにロケット弾と発射レールが取り付けられ1942年6月と7月に飛行試験が行われた。 ロケット弾攻撃の戦術を開発するために9月28日から11月30日まで、さらなる試験が行われた。試験には、その他にハドソン、ソードフィ、同時に航空機、兵装実験機関が RP を装備したすべての気象濃のに適した戦術を開発した。照準は、標準の GM2 型構造式照準機を通して行い、後には改良により、 GML 型照準機ではメモリを調節することで反射ガラスを傾けて照準線を下げることができるようになった。RP が最初に作戦運用されたのは西部砂漠でホーカーハリケーンマーク e a 4に搭載された戦車破壊兵器としてであった。25ポンド鉄鋼弾はドイツ軍に収益し始めたティーガーアイ戦車には効果が薄いことが判明した。 王立砲兵隊の砲兵が9回25ポンド砲で榴弾を使用して成功した事例から新しい60ポンド半鉄砲弾が設計されることに決まった。これは戦車を撃破する能力を持っていた。当初の使用実績に促されて浮上している U ボートに対する兵器試験が実施された。ロケットを浅い角度で発射すると目標付近に着水したロケットが海中で上向きになり、 喫水戦火で目標を貫くことが分かった。間もなく空軍沿岸航空軍団とイギリス海軍の艦隊航空隊の航空機が広範囲にこのロケット弾を使用するようになった。ロケット弾攻撃を併用して破壊された最初の U ボートは1943年5月23日に A-819 海軍飛行隊のフェアリーソードフィッシュによる U-752 であった。 この攻撃で使用されたのはロケット鉄鋼弾として知られる忠実の中鉄製弾頭を持つロケット弾であった。この攻撃で一発が潜水艦の耐圧船閣を破壊したことにより潜水不能に陥り、U ボートは乗組員により自沈させられた。1943年5月28日に A-608 飛行隊のハドソンが地中海で U ボートを撃沈し、これが ロケット弾攻撃のみでの初戦火であった。これ以降ヨーロッパでの第二次世界大戦終了まで空軍沿岸航空軍団と艦隊航空隊はこのロケット弾を船舶と浮上中の U ボートに対する主要な兵器の一つとして使用した。RP-3 の典型的な搭載方法は左右の主翼下の発射レールに各4発の発射体を喧嘩するものであった。 パイロットが単発、2発ペアまたは正射を選べるようにセレクタースイッチが取り付けられた。終戦間際には A、第2戦術空軍のホーカー台風運が追加の4発を搭載し、主翼下に8発のロケット弾を搭載した。RP-3 が使用された最も有名であろう戦闘は1944年8月半ばにあったファレーズポケットでのものであった。 戦闘の最中に連合国軍による翼包囲に絡め取られるのを回避するために退却するドイツ軍勢が空からの強襲を受けた。K、中型爆撃機と戦闘爆撃機によるドイツ軍車列への水波の攻撃で A、第2戦術空軍のフォーカー台風運は多数の戦車と敵機械化輸送隊をロケット弾の攻撃で撃破したと主張した。しかし戦闘後に この戦闘の評価を行った陸軍と A、第二戦術空軍のオペレーションズリサーチ部門はロケット弾の攻撃のみで撃破されたのははるかに少数の車両であったと結論づけた。明らかになったことは白熱した戦闘の最中に命中精度を維持するのに必要とされる好条件に合致した時にうまく並走を発射することはパイロットにとり非常に困難なことであるということであった。 目標地点の煙、埃や破片により正確な戦火の確認は困難であり、ほぼ不可能であった。しかしながら、ロケット弾攻撃は敵兵の士気を大いにくじき、無傷のままや些細な損傷を負っただけの車両の多くが、行きされ、捕虜への尋問では、ロケット弾攻撃の可能性があるということだけで、兵員の士気が下がっていたことが判明した。1945年に、 イギリス軍のシャーマン戦車の中には、砲塔の両側に、各1機の60ポンド弾頭ロケット弾を装備した車両があった。シャーマンチューリップと呼ばれたこれらは、第1コールドストリームガーズの戦車によるラインとかで使用された。このロケット弾が装備された車両には、通常のシャーマン戦車とよりへ武装のシャーマンファイアフライ戦車の双方が含まれていた。また、 走輪式のスタックハウンド走行車に装着された例もあった。このロケット弾は固定陣地から発射され、羽に風流がほとんど当たらない場合の正確度はかなり低かったにもかかわらず、この RP-3 はその60ポンド弾頭の破壊的効果により戦車、搭乗員からの評価は高かった。RP-3 は戦車用陸艇を改造した。 戦車揚陸艇としても言及されるロケット弾、揚陸艇の武装に使用された。これらは水際上陸作戦の際の海岸砲撃に使用された。LCT は1000機の発射機と5000発のロケット弾を搭載しており、この火力は80隻の軽巡洋艦または200隻の駆逐艦に匹敵した。運用方法は海岸に照準を向け目標の浜辺の沖に闘病する。 海岸までの距離をレーダーで測り、それに応じて発射機の行革を設定する。その後に要因は発射を完成するために特製の小部屋に対比する指揮官を除いて、甲板下に下がる。発射は一斉聖射か発射機列ごとの発射が可能であった。前段再装点は非常に重労働かつ神経を使う作業であり、少なくとも一隻の LCT は一隻の巡洋艦に、 説言し、作業の実施を支援してもらうためにより大型の船舶から作業班を出してもらう必要があった。これらは RP-3 を使用した航空機である。数多くの機種が RP-3 を実験的に装着した。第二次世界大戦後においても蒸気の機体は、もちろんのこと、下機のプロペラ機や第一世代、第二世代の Z 戦闘機に搭載され、 朝鮮戦争や第二次中東戦争、マラヤ危機、インドネシア・マレーシア紛争、アデン危機などにおいて使用された。しかし、1950年代後半以降に新たに開発された航空機においては、フランス製のポット装填式スネブ 68mm ロケット弾を使用するようになったため、イギリス軍では運用機の退役や在庫の消耗に伴い使われなくなった。 ありがとうございます。